攻撃に入っているところですけれども、落合がバッターボックスですね。それでは大川さんお願いしましょう。はい、オールパシフィックのマウンド、セントラルの攻撃が時間が短すぎましてね、栗山さんにもじっくりお話を伺う時間がないんですが、見てて本当気持ちがいいですね。あ、まあ、もちろん村田投手とも今のこの青野投手ともそのオープン戦では当たってるということなんですが、はい、特に僕の時に投げてほしいそうですか、はい、さあパリッシュです。先ほど三振、甲子園のゲームで勝ち投手になっています。1勝が記録されています。攻撃時間を、ね、比較するともうはっきり分かるんですけどね、うん、まあ、しかし阪神タイガースに3連敗もしてますしね。そうですね、だから連勝中の阪神が出てくればですね、はい、多少ないと思うと思うんですがね、ちょっとしてないほなみさん、いかがですか、ここまでご覧になってきて、はい、なんかご一緒したことありますか。ちょっとゴルフを、ね、一緒にやったことあるんですけども、はい、それがやっぱり素晴らしいなとか思ってね、うん、すごい応援してるんですけども。表示が出ました。しかしあれですよね、